皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、チェです。スナッチャー実況パート6をやっていきたいと思います。前回、この後死にましたね、やられちゃいました。そこで、ロールしてここからやっていきたいと思います。ここですね。ここでインセクターが出てくるんですよね。これを得てなかったので、こんな感じですね。天気に対応して、なっております。シューティングの要素がありますね。まあ天気なんでそのまま対して難しくはないんですけどもね。先ほど死んだのはちょっと事情がありましてね、死んじゃいました。これでいけましたので、インセクター撃退ですね。で外に出ます。腰が抜けたという感じでですね。これがオチなんですね。今ではフラッシュでね、結構あるようなことが、こちらではこの当時はまあなかったんで、こういう感じになっておりますね。音を小さくしてボリューム上げさせててびっくりさせるというような内容ですね。すいません、今始めたばっかりなんですけど、ディスク4を入れるということで、実はですね、これエミュレーター使ってます。エミュレーター使ってますので、実は先ほどのちょっと基地の不具合といいますかね、インセクトを打てなかったのがそのエミュレーターだったからなんですよね。すいません、ちょっとお見苦しいところ見せますけども、ディスク入れ替えます。ディスク4にしてくるということで、こういう感じでさせてもらいます。4ドライブ2に、3でしたね、すいません。ここで報告しながらの、次への、目標といいますか、まず整頓ですね。ここは変わってないですよね。多分このおっさんには何の進展もなかったと思いますので、ギブスのカトリンぐらい来てるかもしれないですね。ということなんですよね。で操作の進め方、ギブスの足取りを追うことだ。彼が何を追い何を知り、そして殺されるまでに至ったかを解明するのだ。そのために彼の身辺を調べること、まずはデカビア、彼の自宅を調べてみるんだなということでヒントもらえます。そのままデカビアに行ってしまいましょう。
でジャンの流品を調べることになりますね。手前の机で、はい、ジャンが使っていたものです。でメモができましたね。まず前にロッカー調べます。ジャンが使っていたロッカー、そのままですね。内容変わりませんね。じゃあ次調べてみましょうか。手前の机、ロッカー、上着が入ってたんですかね。引き出し見てみて、でコートの中にコマがあるんですよね。すいません。コマを見ます。で紙見ます。ということで取れるもの、こっちか。紙を取らなくていい言われましたね。半永久的なのか相変わらず。コマ取りました。で持ち物で鍵使います。で引き出し開けました。カプセルとディスクですね。まずディスクから。5インチ用のディスクなんですよね。5インチ用のディスクって言い方変ですよね。5インチディスクなんですよね。で次カプセルですね。で、調べます。ディスク、5インチのディスクなんてもう使われていないぞって言うんですけどね。もうこの手の磁気ディスクなんかこの時代使われてないんですよね。もうこの現在か2014年では使われてないんですよね。次カプセルですね。取れたかな。ディスク取りましたね。でカプセルは取らないと思いますけど、ですね。紙も取らないですよね。あとも調べるものはなかったと思いますんで、ちょっとロッカー調べてみましょうか。コートの他何もないですね。調べて、取るだ。デカ部屋のレイアウトはダメですよ。ということで場所移動しましょう。ここではフロント、外に出ていきますのでフロントですね。ちょっとハリーに話聞いてみたかった部分もあるんですけども、ミカはほっといておきます。やっぱり話が進んでないんですね。メカニック室行きましょう。ハリーが飲んだくれてますね。
まりあれないですけどね。まあ、とりあえず渡すもの渡したので、コンピューター室いかんとあかんかったかな。一応行ってみましょう。ひょっとしたらギブスの家の住所とかを調べるかもしれないので、ガウディ使います。人物ファイル、何や、マチコって、あらまあ、これでいけるかな。あらら、ローマ字なくてカナになってますね。これまいったな、おい。あららら、ら、なんでや、いやどこだ。じゃあ足を通しながら、じゃあつらいなこれ。ジャンジャックジャンジャックジャックジャー、やつつってどうすんの。あ、普通か。立ちつつつつつつかきくぎぎぎぶぶばびぶぶすんす、す、これでほんまか。あー出た。あー、キーボード配列が、キーボード配列がローマ字じゃなくてカナになってますね。確かですね、普通はあれですよね。普通はシフト押しながらやったら戻ったと思うんですけどもね。違うのかな。車に乗れますね。今ので車に乗れた条件が発生したと思いますね。どこへ向かいますか。ギブスン家ですね。でもギリアの家行ってみましょうか。ディスク2を入れろということで、よいしょ。ちょっと時間が厳しいかもしれないですが、聞くってあれになってましたよね。もう変わってましたよね、文字ね。ちょっとサントラが聞けるかなとか思ってたんですが、聞けないかもしれないですね。やっぱ多分聞けないですよね。あ、聞くが変わってますね。じゃあダメなんで、ちょっととりあえず今回この辺で、一度終わっておきます。パート6だったかな、メタルギアパート6、以上です。どうもありがとうございました。